はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。パワプロサクセススペシャル、今回はこちらの七夕スペシャルのガチャを引いていきたいと思います。で、この七夕スペシャル一応2種類来てて、今出ている女の子キャラ確定ガチャと、七夕スペシャルのミコピックアップガチャですね。で、まあ、一応女の子キャラ確定ガチャの方から内容を確認していくと、まあ、女の子のみ出現と。でバナーキャラの、4キャラにつきましては出現率8倍になってて、まあ、新島ちゃんがね、また復刻しているので、まあ、新島ちゃんの、ね、レベルも上げていきたいかなと、思います。で、10連と20連目が、パワーストーン200個で SR の出現率が2倍と。で30連目になると230個で引けて SR 以上が1枚確定で、40連目がバナーキャラから SR 以上が1枚確定というような感じで、まあ、5回目以降はね SR、PSR 出現率2倍というようなところになってます。でミコの方も、見ていきますと、ミコに関してはピックアップキャラが、まあ、ミコの3キャラで、初回10連で、150個 SR 以上が1枚確定で、20連目になりますと200個で引けてバナーから SR 以上1枚確定で、3回目になりますとバナーから SR 以上1枚確定という感じになってて、まあ、確かにね SR は揃うんですけれども、2回目3回目はバナーから出てくるんで、ミコキャラはねちょっとどうかなっていうところはやっぱりありますね。まあ固有ボーナスとかが、消えてるんで、ミコに関してはちょっとね普通の、まあ、葵ちゃん、聖ちゃん、瑞希ちゃんと比べれば、使いづらいかなという印象はあります。でまあもしね始めたばっかりで全然 SR が揃ってないっていう方については、まあ石がね余ってれば、引いてもいいんじゃないかなと思います。まあ、ちょっと始めたばっかりで多少は、少し石突っ込んでも SR 欲しいかなっていう人くらいですかね。まああとはねミコ萌えの人くらい俺別にミコ萌えではないので、まあ、今回こっちはスルーして女の子キャラ確定ガチャの方を引いていきたいと思います。で、まあ、詳細についてはねガチャの画面で確認してくださいということなので、まあ、そっちの方から見ていきましょう。あ、そうそうそう、あとね波動高校期間限定パワーアップ、まあ、これが、開催決定されまして、まあ、期間としては、7月13日から8月2日のところですね。波動高校期間限定で、まあ、俺はアプリの方とかでも期間限定パワーアップはやったことないんで、波動に関しては、まあ、軽くいくとなんかオーバーヒートが月1回チームメイトの評価ダウンなしで号令コマンド実行可能ということで、これはまあかなりでかいですよね。もうタックとか来なかったらはい号令っていう感じで気軽にできるんで、まあ、そうすれば確かに波動は結構いいかもしれないですね。まあ、ちょっと楽しみな、イベントではあります。じゃあガチャの画面の方に行きますか。まあちょっとまずは内容を見てみましょう。ガチャ詳細と、ちょっと女の子キャラ確定しか見ないんですけど、まあ出現率8倍は新島ちゃん、レンちゃん、コンノちゃん、カリンちゃんと。で、あと出てくるキャラクターについてはざーっとこんな感じですね。もう女の子キャラだけで、まあ、下の方行くとやっぱねスミカちゃん、ミサちゃんとか欲しいですね。でホムラちゃんもレベルは上げたいと。でねミオちゃんもね、レベルも上げていきたいというところが、あるので、これはね、まあ普通に40連まで引いていきましょうと。あとまた例によってチケットを確認していきますか。あ、そうそうそう、チケットね飛距離君やってんでわりかし溜まってはいますね。まあ、ただこれはちょっと全部消費していくと、めんどくさいんで、SR ガチャチケットが3枚ありますね。そう、飛距離くんでね普通に2枚くれるんで、これはでかいですよね。であと補助券も11で、 PSR ガチャは、揃ってないのと、ダイヤのエース選択権は未だに残ってますと。俺もねラストレエリクサー症候群なんでこういうのをね最後までね取っておく人なんですよね。で多分ねまあガチャチケットとかも、まあ、動画なんで使ってますけど、もし動画を出してなかったら相当溜め込んでる性格なんで、まあ、そういうところもねどうかなというのはあるんですけれども、じゃあとりあえず、ガチャチケットからいきますか。これは1枚ずついこう、もったいぶって例によってもったいぶる。なんかねポンポンポンってくるとね楽しみがね。さてさて、
クソは足りてるね。あ、イヌキだ、イヌキ、よしよしよし、いいねいいね、だいぶこう揃ってきたな。コントロールキャラはね、北斗もいるんで、またかなりこっちじゃないわ。チケットチケット、ただイヌキはね、もうちょっとね早く来てくれるといろんなパターンが組み込めたのでよかったんですけど、まあ育てていきましょう。さて2枚目、これはおこいつだ、右京だか左京だかどっちだか分からんけど、ミキサーにかけよう。まあ、確かにね、もうここまで来ると新しいキャラっていうのも嬉しいですけど、やっぱりね上限解放を狙っていかないと経験点がねなかなかね伸びないんですよね。だから今はね結構あのかぶりでも嬉しいです。さっきの右京だか左京だかの方は全然あれですけど、小田切くん、小田切くんも初キャラか。小田切くんはあれだっけ、守備系のあれに特化してるんだっけ、コツは。で大胆の神様なんで、まあ査定も良さそうですよね。これも1回ずつやっていきますか。まあ、とりあえず今のところチケット関係は悪くないな。右京だか左京だかそれ以外は。あ、また居抜きだ。ここに来て居抜きが来るね。これは居抜き結構解放できるんじゃないか。 PR はね溜め込んでるんで、出てきてくれた時のために。居抜きは何枚あったかな、 PR のプラゴ、まあ、何枚あったかなって、多くてもね碇守君の3枚なんですけどおー、古永だ、やったー。古永はね普通に嬉しいですね。やっぱりカマカリとのねコンボが超強いんで、俺は好きですね古永。じゃあちょっとガチャの方に行きましょう。ではまず初回10連これは、200個で引けて、スアーの出現率が2倍というところですね。ここでもねどん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 解放していきたいですね。あ、虹が出た、やった。でね、キラーンがないんですよ、キラーンが毎回ほらほらほらまあでもね、虹が出た段階でね SR が入ってくれてるんで、それは嬉しいですね。コンノちゃん、コンノちゃんやたら出るな俺コンノちゃん持ってないのよ。おー、ミカちゃんね。木村ちゃんに関しては、まあ、ちょっとねイベントがね重いっていうのはあるんですけれども、だいぶね強化されてるキャラなんで、コツとかがね割とポン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 手に入ってくる、キャラですね。これはねゲドウくん足りるかなっていうところがちょっと心配ですけど、それでは20連目いきましょう。ここはおお、でも赤玉が出ましたね。うんうんうん、いい感じだな。新島ちゃん R、 新島ちゃんを解放したいんだよな。かりんちゃんもね持ってない。小高ちゃん、小高ちゃんはちょっとミキサーにかけますか。で次30連目になりますので、これは SR が1枚確定と。で SR がね確定しているときに関しては出現率は、普通なんで、まあ、大体1枚かなっていうところですね。運が良くて2枚、まあ、あの伝説のね3枚抜きしたときはさすがに出現率2倍になってたときですよね。まあ2枚入ってた、まだかちょっと待ってああ、今野ちゃん来た、今野ちゃん来た。で、PR の新島ちゃんも嬉しいですね。ああ2枚入ってる、お、新島ちゃんこれいいね女の子しか出ないっていうのもいいよね。で次が4回目か。でこれはバナーキャラから出るんで、今のところ今野ちゃんがさっき当たったんで、今野ちゃん、新島ちゃん、レンちゃん持ってますね。でかりんちゃんが出てくれると一応バナーキャラの4キャラは全て SR が揃う感じになりますと。さてここも2枚とか入ってると嬉しいけど入ってない。もう誰が出てもいいよこれはかりんちゃん出た、やったやったやった。今回新キャラクターがかなり多いな。これどうだろうね、レベル上げ。
でもね、意外にね、ゲド君はね余ってるんですよ。と、なんか一回そのノーマルガチャからゲドウ君が出ますみたいな時があったじゃないですか。その時にね、もうために溜め込んだあのガチャポイントを超消費して、結構ね35まで上げたんですよね、他のキャラクターも。で、どうしよっか、261個余ってるね。余ってるっていうのもあれだけどこれ10連引いちゃうか、それともさ、これいいんじゃん、150個で引けて SR が1枚確定。別にバナーキャラから出てくるわけじゃないんで、せっかくだから七夕巫女ピックアップ1回引いちゃいますか。150で引けて SR 確定なんで、これはこれでなかなかいい気がする。でもな、こっちもね引きたいんだよねまあいいや、とりあえず巫女ピックアップ、まあ、ちょっとね石があるんで、150個で、1枚確定引きますか。いっちゃいましょう。ちょっと引くつもりはなかったけど、こういうのは勢いだよ、勢いが大事。巫女キャラが出たらミキサーにかけようかななかなかもったいないよね有村かよ、結局ミキサーだそうするとミキサー券がねそれなりに出たから、ボックスがねちょっといっぱいになっちゃってるんで、ミキサーはちょっと次回に回しますか。まあミキサーにかける人も見とかなきゃいけないんで、という感じで、まあ、ちょろっとボックスの中を覗いていきますか。誰がいけるかな。ここを見てみると、あ、そうそうそうね、ヤギュウちゃんはもうこれしかないっす。これとあと SR があるくらいボックスの中に PR が 2,3 枚溜まってんのかな。でも3本末もね PR がそれなりに溜まってきてて、 SR はねまだ出てないんですよね、飛距離くんで。一応ね SR 3本末出ましたよっていう人も、報告は来てるので、まあ、SR 3本末は取りたいなと回って、でコンノちゃんも PR がそれなりにあって、あ、そっか、今回みやびちゃんはいないのか。まあそりゃ何回もピックアップはされないよね。で居抜きはプラゴが1枚か。まあ、こんな感じなので、ちょっと上限解放もやっていきますか。はい、でちょっとねやっぱミキサーをかけないとボックスの中がねどうにもこうにもやっぱきついんで、今回手に入れたキャラがねもう4人入ってますけれども、プラスレンジャーくんですねを入れて、この5体で、ミキサーをやっていきたいと思います。そうか、蛇島はもう排出停止になったんだっけ。蛇島だけさ排出停止になってもさ結構微妙なもんがあるよね。まあそりゃ出ないっていうのは多少の安心感はあるけど。おお、樽本くんはね PSR があるからねこの SR をどう処理するかっていうところで、あれですけれども、まあこれでちょっとまたボックスが開いたので、整理していきたいと思います。
というような感じになりますかね。まあ七夕のね女の子キャラ確定ガチャは、まあ狙いのね女の子がいれば結構いいガチャだと思いますので、これはまあね引いてってもいいんじゃないかなと、思います。というところで、今回はこれで終了します。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、ツイッターのフォローしていただければ幸いです。